はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、野原工芸のペンの山桜の経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原工芸のペンの経年変化をそっと見張る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、順番打っている山桜の最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずーっとついているシリーズになります。まあ、ぜひこのやつ遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になるよって方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じを経緯で手に入れたよというのと、あとは山桜についてちょこっと紹介したいなと思います。ただしこの分に関してはこのシリーズをずっと追いかけられている方にとってはちょっとおさらいになるので飛ばしていただいても構わないです。で、その次なんですけど、実物をボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、その次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光のもとで撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、ラストまちこと雑談を挟むような、まあ、こんな感じを構成にしたいなと思います。まあ、自分はまず箸が長くなっちゃうかもしれないで飛ばしはしても構わないですし、早食い再生でも構わないんで、皆さん今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、改めて皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、この動画を収録しているのが2024年の9月の終わり頃になんですけど、皆さんどんな感じで過ごされてますか？いやーねー、まあ9月の終わり頃になってもちょっとね、暑い今日この頃でですね、はい、まあ自分も今汗ばみながらまあ動画を収録してるんですけど、ちょっとね、日短くなってきましたよね。はい、まあ夜もですね、ちょっと秋の虫が鳴いてる今日この頃なんですけど、はい、皆さんまだですね、まあちょっと熱中症の方注意しましょう。まあこれからまあ秋がドーンと一気にまあ進むんじゃないかなって、まあちょっと期待はしてるんですけど、まあなぜそんな感じの、はい、今日この頃です。ですね、まあ、今回はですね、なんとですね、48ヶ月ということで、4年目になります。いやー、4年なんですよね。はい、まあ、節目の時です。はい、まあ、今後もですね、まあ、追いかけていけるだけ追いかけていこうかなと思うんですけどね。はい、まあ、果たしてどんな感じになったのかっていうのを、まあ、今回も楽しみにご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。ということでね、まあ、初めての方もね、まあ、いらっしゃると思うんで、まず最初ですね、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよと、あとは山桜について、まあ、ちょっと紹介していきたいんで、まずはこちらのサムネの方をご覧ください。じゃん、はい、ロゴ、ついに野原工芸デビューということでね、まあ、今から4年前なんですけど、はい、まあ、野原工芸のペン買うつもりで行ったわけじゃないお店ですね、まあ、なんと偶然、棚の中にね、まあ、いくつか野原工芸さんのペンあったんですよね。まあ、一番人気のノック式のシャーペンではまあなかった感じなんですけど、木のロータリータイプっていう、まあ、ちょっと短めのサイズでね、まあ、上のところをひねると、はい、芯が出てくる、まあ、コロンとしたサイズの、まあ、こんな感じのペンがいくつか置いてあって、もうめちゃくちゃびっくりしました。まあ、気になる方はね、まあ、このサムネのね、まあ、動画、まあ、過去に上げたりしてるんで、まあ、見ていただけるといいけど、まあ、最近ちょっとこの店ではね、あまりまあ見かけなくなっちゃいましたね。はい。で、まあ、これ桜っていうタグがついてるんですけど、山桜っていうやつになります。で、野原工芸さん、まあ、結構いろんなね、まあ、樹脂扱われてます。まあ、ホームページで、まあ、見ることもできるんですけど、まあ、それはですね、まあ、よく見るとですね、まあ、経年変化、星で表されてます。星1、2、3、4とある中の、この山桜、星2になります。はい。まあ、他にね、自分動画で星3の欅とか、星4のクワとか、まあ、動画で紹介してるんで、まあ、ぜひですね、まあ、それらを参考にしていただきながら、まあ、ね、もしもね、まあ、この動画をご覧の方でね、欲しいなって思われる方はですね、はい、まあ、それで参考にしていただいて、まあ、買ってみるといいんじゃないかなと思います。あとはですね、桜、まあ、山桜なんですけどね。まあ、結構日本では、まあ、お馴染みですよね。もう桜、もう日本といえば桜とかね。はい、まあ、結構名前とかにも使われてたり、もう地名とかにもね、もうバリバリ使われたりもしてるんで、まあ、そうですね。まあ、桜さんへのプレゼントとか、はい、推しキャラが桜だよ、みたいな方とかのね、はい、まあ、買ってみてもいいかもしれないですし、まあ、個人的にもですね、まあ、結構、いい感じの樹脂なんじゃないかなと思ったりもします。はい、ということでね、まあ、手に入れてからですね、まあ、自分嬉しくてですね、まあ、こんな感じで、サムネにしてやってます。まあ、ここのところが1ヶ月なんですけど、ここはずっとカウントアップしてってて、まあ、今回が48ヶ月、4年目を迎える感じです。ただですね、これ途中ですね、自分ね、撮影環境を変えてるんですよね。というのも一番最初ですね、これ、実は自分 iPhone でね、まあ、撮影してて、よくよく考えたらこれね、iPhone なんですけどね、はい、まあ、機種変更とかあるじゃんっていう感じですし、まあ、ちょっとね、いろいろ、まあ、大体2年超えたらちょっと調子悪くなってきたりもするんで、あって思ったんですけどね、まあ、途中でまあ、それ変えてですね、まあ、今ずっと、収録してます。はい、なんでね、まあ、この昔の環境も旧環境としても、大胆に飛ばしてですね、まあ、新環境の方をぜひ皆さん、それで撮影したやつを参考にしていただけると嬉しいなと思います。
はい。ということでね、じゃあですね、まあ、前置きはさておきですね。まあ、48ヶ月4年目迎えた山桜の木のロータリータイプのボールペン出したいなと思います。はい。それがこちらになります。じゃーん。はい。まあ、こんな感じです。まあ、ここのところこうやってひねるとね、まあ、先端がこういう風に出るという。まあ、結構今はね、もう木軸もブームとかもあって、もういろんな工房さんとか出されてますけど、結構こうやってね、ひねるタイプでコロンとしたこのサイズのやつってね、案外、まあ、珍しいんじゃないかなと思います。で、自分これどんな感じでま、使ってるかというと、こちらですね。はい。まあ、これね、M5 手帳っていうね、まあ、街頭でハイハイハイって配るティッシュぐらいのサイズの手帳なんですけど、自分これ、ね、かなり大好きで使ってるんですよね。はい。まあ、付箋代わりに、まあ、持ち歩いたりしてるんですけど、まあ、この横のところにですね、まあ、刺せるペンってなかなか、はい、なかったりするんですけど、これめちゃくちゃね、これサイズ的にぴったりなんですよね。まあ、他にはぴったりなペン、他に何があるかというとね、まあ、ペンテルのケリーですね。まあ、ちょっとここ置いたりしてるんですけど、まあ、これですね。はい。まあ、これもまあ、よく似たこんな感じのサイズですし、なかなかね、このサイズのペンってあまり、はい、ないかなと思うんですけど、これがね、もうバチコリいい感じでね、まあ、こうやってなるんですよね。なんで、まあ、手帳のところにこういう風に刺して、まあ、普段持ち歩いてる感じになります。はい。まあ、四六時中ですね、まあ、ずっと握りしめて受験勉強してるっていう人はもっと経年変化するかもしれないんですけど、まあ、ちょっと一つのね、まあ、例としてね、まあ、お手柔らかに、まあ、見ていただくとか、まあ、あとは参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい。でですね、まあ、直近のですね、まあ、1、2ヶ月すごい変わったかと言われると、まあ、そういうわけでは、ま、なかったりするんですけど、はい、まあ、じわじわと、ま、変化の方しててるかなというような、まあ、そんな感じになってます。はい。ということでね、じゃあ今からですね、まあ、そのね、じっくりじっくりの変化、まあ、自分はね、まあ、口で言うよりも、まあ、写真として比較した方がいいかなと思うんで、でですね、今から前回となるべく同じようなアングルと照明光の元で撮った写真ですね、まあ、これを比較していきながら、まあ、この48ヶ月4年の軌跡の方を辿っていきたいなと思います。はい。ということでね、じゃあまずはですね、まあ、この、旧環境の方行こうかなと思ったんですけど、まあ、そうですね、まあ、こんな感じで、まあ、1、2とこういうふうに、ま、続けてってた感じなんですけど、まあ、これよりもですね、まあ、途中からやり始めた新環境の方がですね、まあ、わかりやすいかなと思うんでね、まあ、これはもうね、バンと飛ばしたいなと思います。まあ、気になる方はね、まあ、過去の動画でね、まあ、この9の方、まあ、見ていただけるといいかなと思うんですけど、じゃあですね、9の方36ヶ月、まあ、3年ぐらいのところで、ま、止まった感じかな。はい。ということでですね、まあ、このね、途中からのこの7ヶ月の分ですね、まあ、ここのところをやっていきたいなと思います。というかね、もう結構これ数がね、多くなってくるんで、はい、もう、9の方ももう説明を終えて、もう芯だけで今後やっていこうかな。まあ、ちょっとま、いろいろとその辺考えたりしてるんですけど、まあ、ここのところですね、はい、まあ、48ヶ月分、まあ、これも結構あるんですけどね、じゃあ、行きたいなと思います。はい、行きますよ。7、8、9、10、11、12、これ1年ですね。はい。で、まあ、13、14、15、16、17、18。はい。で、まあ、19、20、21、22、23、24。これが2年ですね。で、25、26、27、28、29、30。はい。で、まあ、31、32、33、34、35、36。これ3年ですね。で、37、38、39、40、41、42。はい。で、43、44、45、46、47と来て、今回の48ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん。はい。47、48、47、48、47、48、48、47、45、46、あ、45、46、44? ごめんなさい。43、42、41、40、39、38、37、36、35、34、33、32、31、30、29、20、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7と。はい。まあ、こんな感じで変化していきました。じゃあ、飛ばし飛ばしで見てみると、これが1年ですね。この時ちょっと赤いような感じしますよね。で、まあ、これが18ヶ月。またちょっと戻ったような感じしますよね。なんかこんな感じでね、なんかちょっとうねりをね、なんか赤くなったり、なんか戻っとりみたいな、なんかちょっとうねりをね、なんか伴うような感じで、徐々に濃くなってる感じになります。で、まあ、これが24ヶ月。で、まあ、これが30ヶ月。で、まあ、これが36ヶ月。で、まあ、これが42ヶ月。で、まあ、今回のま、48ヶ月。と、まあ、こんな感じになります。まあ、直近そんな、あ、でもちょっとなんか変化あったかな。はい。で、まあ、ちょっと赤みのフェーズにちょっと入ったような感じしますよね。まあ、すごい厳密に照明光、まあ、合わせてるかと言われると、まあ、そういうわけではまあ、なかったりするんですけど、まあ、そうですね。なんか、ホワイトバランスの影響を超えて、なんかね、ちょっと、ほんま、うねりをなんかちょっと伴ってるような気がするんですよね。まあ、葉っぱがね、結構紅葉とかで、まあ、うねりを伴うっていうのは、なんか分かったりするんですけど、木の方でどうなのかな。まあ、その辺もね、もし興味ある方ですね、まあ、大学とかでね、まあ、こういうことを
農学部とかではなんか研究したりするのかな、ちょっとわかんないんですけどね。まあそういうふうな参考とかにもまあなればいいかなと思ったりもします。まあこんな感じで、まあでも大きい変化はまあないかもですけど、ちょっと今回変わったような気がしますね。はい、まあちょっとまあごめんなさい、ちょっと途中話あれだったんですけど、はい、まあちょっと見ていきましょう。まあこれが42ヶ月との比較になります。でまあこれが36ヶ月との比較ですね。はい、でまあさらにとって、まあこれは30ヶ月との比較になります。まあ、この時比べるとなんかちょっと赤みのフェーズに入ってるような感じしますね。はい、まずまあさらにとって、まあこれが24ヶ月との差になりますと、はい、でまあさらにとってみましょう。まあこれがまあ18ヶ月との比較になります。でまあさらにとってみて、まあこれが12ヶ月との比較になりますと、はい、まあさらにまあとってみましょう。まあ一旦7ヶ月の時とのまあ比較がまあこんな感じになります。はい、でまあ自分はオイルメンテナンスの方なんですけどね、それはしてないような感じになります。もう手の油、はい、であとはですね、もう手帳の横のところにまあずっと挿して、まあカバンの中に入れてみたいな感じ、まあそんな感じでまあやってるんですけど、まあ割と持ち歩いてる方かなとは思うんですけどね。まあ一応こんな感じです。でここのねクリップのところの下とかですね、ここのところがこれちょっと黒くなってるのわかるかな。はい、まあこういうふうな感じでね、なんかすごい当たるところはまあ濃くなってるか、まあこれ汚れかもしれないんですけどね、まあこんな感じで、まあよくよく見るとなんかこの辺とかもちょっと、はい、まあ削れみたいなのもできてみたいな感じですが、まあ比較的結構まあ綺麗には使えてるかなと思います。まあこの先もですね、まあゆっくりゆっくりの変化ですけど、まあ皆さんですね、まあお手柔らかにまあ見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、じゃあラストですね、まぁ、ちょっとね、まぁ、近況とか、まぁ、最近の、まぁ、予定とかですね、まぁ、野原工業さんのやつ、まぁ、せっかくなんで、このペンでね、まぁ、ちょっと書いていきたいなと思います。まぁ、今現在なんですけどね、まぁ、野原工業さんのペン、まぁ、買う方法、まぁ、3種類ぐらいあるかなと思います。まぁ、1個がですね、まぁ、ウェブの販売イベントで買う方法、もう1個がですね、まぁ、来店予約ですね、はい、まぁ、これで買う方法、で、もう1個がですね、まぁ、契約されてる他のお店で買う方法、まぁ、この3つぐらいが主にあるんじゃないかなと思います。ですね、まぁ、それぞれなんですけどね、まぁ、まずはウェブの方から行きましょうか。はい、まぁ、次あるのが10月の下旬みたいです。まぁ、下旬のまぁ、いつかはわかんないんですけど、はい、まぁ、また近くになってきたらアナウンスあるんじゃないかなと思います。まぁ、アナウンスなかった時とかもまぁ、過去あったりするんですけど、最近は比較的、SNS とかでもまぁ、告知とかもありますし、はい、まぁ、割と、まぁ、しっかり今はしてるかなと思います。で、まぁ、これがですね、2025年の1月から6月分、はい、に、まあ、届くような感じで、そうですね、まあ、買ってすぐ届くというわけではなかったりするんで、まあ、買えたら、まあ、気軽に、待ちましょうという感じです。まあ、振り込みの方法とか、まあ、慣れてない方はちょっと大変だったりとか、まあ、独特のちょっとね、注意事項とか必要だったりもするんで、まあ、ぜひ気になる方は、まあ、自分近くになってくるとちょっと動画上げるかもしれないんで、まあ、そちらの方は、ご覧いただけると嬉しいなと思います。です、来店予約ですね。まあ、次いつあるかというと、11月に準備ができ次第。まあ、これも詳しい日時の方わかんないんですけど、最近はですね、まあ、これ、ハガキで、まあ、落ち着いてるんで、まあ、次回もまあ、ハガキなんじゃないかなって思います。はい。まあ、昔は電話ですごい争奪戦だったんですけど、まあ、逆にまあ、ちょっとハガキの方がフェアなんじゃないかなと思うんで、まあ、個人的にはまあ、これはこれでいいかなと思います。で、これがですね、まあ、ちょっとこれが注意が必要なんですけど、2025年の1月から3月分を取るんですけど、この1月から3月ってね、まあ、結構雪が大変なシーズンなんですよね。で、野原工芸さんって長野県の山奥にあって、しかもそれがね、豪雪地帯なんですよね。なんで、車で行かれようという方はもう絶対チェーンが必要ぐらいで、まあ、結構険しいような峠道とかあったりとかもして、もう下手したら雪が強かったらちょっと通行止めになりかねないみたいな感じで行けないとかいうこともあるかもしれないんで、まあ、この時期はちょっと避けようという方も結構多いかもしれないんで、逆にね、まあ、ちょっと競争倍率の方はまあ下がるかなという感じで、まあ、その点を注意すると案外狙い目なんじゃないかなって思ったりもします。ただちょっとそういうような感じでメリットデメリットがあったりとかもするんで、まあ、注意が必要ですけど、まあ、ちょっと来店予約まあ、気になる方はどうしても手に入れたい方はまあそこ狙ってみるのもありなんじゃないかなと思います。あとはですね、このね、他の契約店舗、ここもちょっと狙い目なんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、まあ、長野県の、まあ、近隣の、まあ、文具店さんに、まあ、野原工芸さんを卸してる場合もありますし、あとはですね、家具とか扱われてる、まあ、お店とかにも、まあ、一部、出されてたりとか、あとはそうですね、まあ、東急ハンズさん、まあ、まあ、今、ハンズに名前変わってるんですけど、まあ、そこのところとかでも、まあ、定期的に、抽選販売の方されたりとかもしてるんで、案外そこのところで当たったよ、みたいな方も、結構、SNS とかでも見かけられるんで、まあ、そういう方向で、買う方法もあるんじゃないかなと思います。まあ、いずれの
ここ、まあ、あったりもするんですけど、まあ、今回の動画、まあ、参考になればなと思いますし、まあ、自分はこの山桜以外にも、クワとか、ケヤキとか、まあ、他にやったりとかもしてるんでね、まあ、比較してみながら、まあ、皆さんぜひ、変えることを、まあ、祈ったりもしてます。はい。というふうなね、まあ、感じなんですけど、あとはそうですね、まあ、個人的に、今、個人的にお勧めしたい、ちょっと商品がありまして、それ紹介したいなと思います。はい。それがこちらになります。じゃーん。はい。まあ、これ何になることで言うとですね、まあ、野原工芸さんと、あとはね、これ、ツバメノートさんの、まあ、コラボというか、はい。まあ、そういうふうなやつなんですよね。ここ100周年でこういうふうに書かれてるんですけど、はい。そうなんです。野原工芸さん、2023年に、100周年を迎えられたんですよね。おめでとうございます。で、まあ、その記念として、まあ、いくつかアイテム。まあ、実は、このフォト、コレクションノート。まあ、これはちょっと、時期外れて後の方で出たやつなんですけど、まあ、この辺がその2023年100周年でドーンという感じでね、まあ、出たやつで、まあ、これがですね、まあ、特典として、まあ、ある期間に買った方は、ついてきたとかいうやつなんですけど、これが、ウェブの販売の方に降りてきました。はい。で、まあ、これと、まあ、このフォトコレクション。まあ、こちらが何かというと、まあ、野原工芸さんのホームページ、結構綺麗な写真とか、まあ、SNS とかでも、ま、出てたりするんですけど、まあ、それがこんな感じの正方形の折り紙サイズにこれ収められたやつなんですけどね。はい。まあ、これ結構野原工芸さん好きにとっては、ま、たまらないような、まあ、こういうふうなアイテムなんですけど、これが単品で売られてるわけじゃなくて、なんかセット販売されてるんですよね。このノート1冊に対してこれ2冊。まあ、それか、ま、これ1冊に対してこのノート2冊みたいな、なんかそういう感じのペア販売みたいなのをされてて、まあ、それが値段が1980円ぐらいになります。まあ、振り込みの方法は、まあ、ペンの方で慣れてる方は、まあ、それと同じような銀行振り込みみたいな感じなんですけど、これがね、まあ、これ2023年にあくまでも記念してできたやつなんで、これ今後の2024年とかでこれ増やしていくかというと、ちょっとね、その辺は微妙な感じがしたりするんで、まあ、今のうちですね、この動画収録している段階ではこれ買うことができたんで、はい、まあ、気になる方はですね、こちらの方を今の段階で買っておくと、はい、まあ、後悔しなくていいんじゃないかなと思うんでね、まあ、個人的にはこれ今の時期に、はい、買うことをお勧めしたいなと思います。あとはまあそうですね、まあ、ウェブ販売の前直前になんかもたつくもちょっとあれかなと思うんで、まあ、今のうちにですね、はい、まあ、メールアドレスの登録とか、まあ、その辺見直したりとかね、まあ、登録しておくと、まあ、当日スムーズに、はい、まあ、臨むことができるんじゃないかなって思ったりもするんで、まあ、ぜひね、購入考えている方、まあ、そちらの方ね、まあ、やってもらったりとか、まあ、今回の動画とか、まあ、参考にしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回の動画は、まあ、これで終わりにしたいなと思います。こんなが良かった、参考になったという方は、ぜひ、グッドダウンで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。